ボスベイビーの好きなところ。映画がすっごく面白かったです。私もタビサだったらこんなすごい楽しいお父さんとかおじさんがいたらもうすごい毎日楽しいなって思います。でもあのタビサがだんだんお父さんに親離れしていくのはなんか私もわかるな。もう千節ちゃんそんなことになってるの？いやなんかちょっとお母さんと私とかでちょっと単独行動したりとかするので、あ、わかるなって思います。もう胸が苦しいよ。でもなんかこの映画を見てるとたまにはお父さんお母さんに甘えてみるのもいいかなってしっかりしてるな。思うようになりました。ちせちゃんはボスベイビーとティムどちらのような大人がいいなって思いますか？あー、ボスベイビーとティム、でもボスベイビーみたいに外でバリバリ働いて、でもティムみたいに家ではこう子供と一緒にいっぱい楽しく遊んだりとかする、どっちもの大人になりたいです。なんかティムもボスベイビーもすごい親バカっていうか、ボスベイビーはおじバカですけど、その親バカさがすごい映画で面白くって、すごい親バカっていろんな困難とかがあってもその愛の力でそれを克服できたりするのですごいなって思います。そう、でもなんか日本とかだと親バカってバカっていう言葉がついてるからあんまりいいイメージない感じがするので、親バカに代わる親なんとかみたいな新しい言葉ができたらいいなって思います。これはもう募集しましょうね、親バカに代わる言葉を募集しましょう。本当にね、素敵ね、うん、鋭い視点ですね。確かにそうですよね、はい、うん、いい感じです。ボスベイビーも手を振ってくれています。そのままいただきます。